皆さんどうも、1週間ご苦労様です。キネマサコです。本日は、映画人気をつけさせていただこうと思っております。本日の私の映画日記は、1. どんな人に見ていただきたいか、 2. あらすじ、 3. ネタバレ含めての感想という形になっております。もしよろしかったら、見たことがある方は最後ま で、見たことがないという方はあらすじだけでも聞いていっていただければ、もしくは見てから見てあげたいと思っていただければ見ていただければなと思っております。はい、本日の、映画というか映画日記にしてはちょっと私の中ですごくマストな映画、まだ紹介できてなかった映画がありまして、そちらの映画をご紹介したいなと思っております。こちらワンピースフィルム Z という映画を紹介させていただこうと思っております。1、どんな人に見ていただきたいかです。男臭い殴り合いとかが結構好きな方、あとワンピースが好きな方、ワンピースこちらの作品は映画作品においてはなかなか難しい、結構ワンピースファンの中で原作ファン、原作アニメの漫画のファンとアニメ版のファンとまた異なってくるというか、原作、私は単行本を追う派の人間なんですけど、ね、ジャンプ毎週買ってる方とか単行本を追ってる方とかはやっぱアニメのスピードとなんか出てくる人も違ったりするんで、あんまり好きじゃないっていうのもあったりするんですけど、この映画に関しては原作ファンの人も、好きですよみたいな感じな映画になっております。なのでワンピースの、原作もしくはアニメどっちも好きだよっていう方、はい、は、見ていただければ、もしくはこの映画を見てですね、本当にすっごく久しぶりにワクワクしたっていう体験を私はしたので、もうワクワクドキドキしたいなっていう方、キラキラしたいなって方は見ていただければなと思います。正義とは何かみたいなお話となっております。で、2番目ですね、あらすじを伝えさせていただこうと思います。はい、あらすじなんですけども、ワンピースご存知の方じゃなくても全然見られる映画になってます。まあおおよそ海賊なんだとかそういうちょっと知ってたらもちろん 見やすいんですけども、はい、ある島でですね、海軍が守ってる何か、古代兵器にも匹敵するそういう強力な武器があります。その武器がダイナガンと呼ばれていて、空気に触れるとですねものすごい巨大な爆発を起こす岩なんですけど、それを守ってる島があるんですけどね、そこにですねネオ海軍と名乗る、輩たちがですねその島ごとっていうのも変ですけど、その岩を盗むためにその島に乗り込んできて、その岩でその島ごと破壊してしまうというような大惨事が巻き起こりまして、そのことをこうねがきっかけになっていくようなお話なんですけども、もういつも通り麦わらの面々はですね、海を航海しているわけですね。ワンピースを巡る強大な冒険に繰り出している麦わらの一面のところにですね、海を漂流する巨大な大男がですね、腕はですねなんかよくわからない機械がついてるような腕をねつけながら海を漂流してる男がいましてですね、麦わらの一味なんで、よし助けようぜってなって、こうね敵だったらどうすんだよみたいな話してながらも助けるんですよね、その子はね。でその大男がですね目を覚ましてですね、こういろんな会話をしてるんですけども、自分たちそのルフィたち一行がですね海賊だと知るや否や、今までね和気あいあいと話してたの一変、ものすごい戦闘能力でブワーッと全部破壊し尽くしてですね、
彼をですね追ってきた仲間の人だろう人たちもですね乗り込んできまして、でてんやわんやのもみくちゃのやり合いになるわけですよね。で、その仲間の一人の人のせいでですよ、ナミ、航海士、チョッパー、繊維、ブルック、音楽家で、ロビン、なんて言ったらいいか、考古学者なんですけど、まあちょっとキーポイントの女の人のその4人がですね、仲間の敵の仲間の人のですねもどもどの実という実の能力のせいで、12年戻ってしまったと、12歳若返ってしまった姿になってしまうという失態を犯した上に、ルフィたちは勝ちきれなくてですねその大男に、結局その場を、負けたという感じですね。で、終わってしまうことになってしまいました。で、ルフィはもちろんねこんなところでこんなように負けてるようでは海賊王になれないっていうのと、あと仲間をね、元に戻すためにその男を追っていくのですが、それが後にその新世界というね世界があるんですけど、その世界を巻き込む第三次をなんか巡る冒険になっていくという物語となっております。はい、3番目、私の、感想ネタバレ含めます。この映画だいぶ古い映画になってますね。ネタバレ含めてしまうと思いますので、よかったらここまで見てない方は、やめていただいて、ワンピースフィルム Z ものすごくいい映画なので見てみていただいたら、アンマプラとかでも載ってると思いますので、よかったら見ていただければなと思います。で、もうこっから先は見たよという方、もしくはね感想を聞いてから見てみたいよと思ってくださる方は見ていただければなと思います。ですね、私この映画を見まして、私の人生の結構ね主軸になるような映画、今は特にそういう主軸にしてるような映画になっております。なんていうんですかね、ルフィが大好きなんですけど、ルフィの大好きなところがいっぱい詰まった映画なんですよね、この Z っていう映画は。なんて言ったらいいですかね、正義を信じ続けて裏切られた男の人がその敵になるんですけど、でその正義も正義だし、ルフィっていうのは海賊なんです。海賊は正義ではないですよね、ヒーローではないんです。だけどルフィのやってることって違う人から見たらヒーローのようなことをしてたりするんですよね。そのどう考えても抗えない悪に抗っていって勝っていくっていうような、そういうことをずっとワンピースは続けていってるわけで、でも彼が名乗ってるその海賊っていうものは絶対ヒーローにはなれないものなんですよ。略奪をしてね、相手と戦闘してね、時には命を奪ったりとか物を奪ったりとかして生活してる、生活というか、ね、それを拠点にしていろいろやってるわけなので、だけれどその正義を信じ続けて正義に裏切られたその、ね、敵ゼファー、 Z って言うんですけど、その Z って名乗ってるんです。本当はゼファーっていう名前なんですけど、彼の中の正義っていうものを具現化するときに Z って名前をつけようと、自分に Z は何人でも勝つ、全てにおいて正義の名のもとにできるんだって、今の海軍では成し得ないちゃんとした正義を貫けるんだって言ってやろうとするんです。ともすればその悪と善という面においてはゼファー Z 戦の方が正義なのはずなんですけど、行き過ぎた正義っていうのは暴走するかね、人に聞いたんですよね、一番怖い人は正義を振りかざす人だって。本当にそうだなって、正義の名のもとに何でもかんでも執行してしまうっていうことは本当に怖いことで、
ただルフィの中の正義は、正義っていうかルフィの中の一つの芯って絶対曲がってなくて、それはなんかなんだろう、こう自分の仲間を守るっていうことでもあるし、そのなんだろう、信頼されてることに応えたい、自分が負けても負けてもルフィは戦い続けるんです。絶対に折れないんです。負けたって認めないっていうのでもなるにはなるんでしょうけど、その自分の信念を信じて貫き通すっていうのってすごく難しいことなんですけど、それをルフィは地でやってて、そこが本当に素敵で、誰かにねなんか言われたことでは絶対に折れないんです。それに対して仲間のみんなも信頼して信用して、自分は絶対的に信じられてるっていう面に中で彼の期待に応えようとするんですよね、麦わらの一味って。そのやり取りこそがその素晴らしいもので、本当のなんだろう、正義とか正義じゃないとかじゃなくて、これが素敵で正しいことであってほしいなっていうか、これがなんだろう、誰かにとっての正義とかどうでもよくて、あの自分の信じたものを信じ抜く、守りたいものを守り抜く、したいことを貫き通すっていう、その強さをいつもワンピースからもらってて、この映画は特にそれが本当に随所に詰まってて、あのやっぱりくじけそうになったりするたびに必ずそのこの Z が私の中にあって、見るたびにいつもこう、これで大丈夫だ、これを貫き通そうって思えるっていう、本当にすごく素敵な映画なので、より多くの人に見ていただければなと、知ってる方はもっとね普及していただいて、こんな素敵な映画があるよって言ってもらえたらなと思って、ちょっと今回出させていただきました。いつも以上にちょっと長くなってしまして本当に申し訳ありません。毎週日曜日は、YouTube 更新しております。時間は不定期になりますが、また見ていただければなと思います。水曜日は毎週毎週水曜日は吐くな、22時30分から23時の30分間でお受けさせていただいております。よかったら聞きに来てください。インスタグラム、ツイッターの方は、こちらの動画を上げてますよとか、ちょっと前にね、イエスシアターとかでね発表しましたよみたいな感じのね、発表会での練習でね発表会しましたよみたいな、こういう告知がありましたら出させていただいておりますので、よかったら見ていただければなと。 TikTok はこういった動画の切り抜き、もしくは歌動画では最初の方のね、今日はどんな歌を歌いますよっていうものを出させていただいてますので、よかったら見ていただければなと。ショートはその TikTok の動画のもっと短いバージョンになってます。よかったら、どれもチェックしていただけるととっても嬉しいです。最後までご覧いただきまして本当の本当にありがとうございます。いつも本当の本当にありがとうございます。皆さんのおかげで今の私がいます。皆さんが幸せであることが世界を変える大きな大きなきっかけになると思いますので、どうか皆さん幸せで元気で健やかに自分の心を大切に生きてください。それではまた来週日曜日もお会いいたしましょう。ではまさこでした。またね、またね、うん。